どうもこんにちは、ルビログです。ということで、ユニティで時間を計れるタイマーを作りました。こうやって制限時間を作るときなんかに便利だと思いますけども、使いこなすにはちょっとしたコツがいりまして、ラムダ式と呼ばれるものの知識があると使いやすいかと思います。ユニティのね、C シャープに限らず最近のプログラミング言語ではよく使われる書き方なので、覚えておいて損はないと思いますけども、ちゃんとした説明を一からするとなるとかなり時間を使ってしまうので、今回はこのラムダ式を使った例を一つだけ紹介した後に本題のタイマーの話をしていこうと思います。30秒意外と間に合いますね。はい、久々にプログラミングだけの回になっちゃうかもしれませんけども、最後までお付き合いください。はい、それではね、ラムダ式の説明の準備のためにまずはクラスを3つ作っていきます。 RubyDog クラスと、クラス赤鬼と書いて赤鬼クラスと、青鬼クラスを作っていきました。そしてそれぞれのクラスの中に今度はメソッドを作っていきましょう。RubyDog クラスの中には伝説の最強メソッドであるメインメソッドを書いていきます。パブリックスタディックプロインメインというお決まり のフレーズを書いておきます。これの何が最強なのかわからないって人は後でちゃんと説明いたします。次に真ん中の赤鬼クラスの中にはパブリックボイド運動すると書いて運動するメソッドを作りました。最近ね、これが本格的に足りてなさすぎてやばいという話は置いておきまして、中身はまだ空っぽなので後で中を書いていきます。最後に青鬼クラスの中にもパブリックボイドを運動すると赤鬼と全く同じやつを書いていきます。中身が空っぽの運動するメソッドですね。トゥルルトゥルルルルルワンワン言うてね。さあ、一旦状況を整理しますと、 RubyDog クラスの中には最強のメインメソッド、赤鬼クラスと青鬼クラスの中には運動するメソッドを作りました。どのメソッドも中身はまだ空っぽです。というわけで次はそれぞれのメソッドの中身を書いていきましょう。 RubyDog クラスのメインメソッドの中は一番最後に書くので一旦後回しにします。赤鬼クラスの運動するメソッドの中には赤鬼が歩いていますと表示されるようにコンソールライトラインを2行書いておきました。これで赤鬼が歩いていますという文字が2回出てくるようになってくれるはずです。青鬼クラスの中にも同じくコンソールライトラインを使って、こっちは青鬼が走っていますというのを3回表示されるようにしてみました。赤鬼と青鬼のプログラムがこれで完成したので、 RubyDog クラスに戻っていよいよメインメソッドの中を書いていきます。お待たせしました。このメインメソッドの何がそんなに最強なのかと言いますと、全てのプログラムの始まりがこのメインメソッドの中からになります。 Unity で言ったらスタートメソッドの感覚に近いですかね。 C シャープ的にはこのメインメソッドがスタート地点になるので、言い方を変えればこのメインメソッドを持っている RubyDog クラスが最初にみんなをコントロールする力を持っているということですね。やったぜ。では中身を書いていきます。まずは C シャープの決まりに従ってクラスからインスタンスを作りましょう。赤鬼赤太郎イコールニュー赤鬼カッコカッコ、青鬼青太郎イコールニュー青鬼カッコカッコと書いて、赤太郎と青太郎という2匹のインスタンスを作りました。ここから先はクラスではなくてこのインスタンスを使っていきます。そしてそれぞれの運動するメソッドを使ってみます。赤太郎の運動するメソッド、青太郎の運動するメソッドという順番で書いていきました。ここまで来たら保存してプログラムを実行してみます。はい、赤鬼が歩いていますと2行表示された後に青鬼が走っていますと3行表示されました。これでなんとなく初めて見る人も大体の仕組みが分かってきたかと思うので、いよいよここからラムダ式を使ってみようと思います。青鬼くんの出番はもうこれでないかと思うので、ここで帰っていただきましょう。バイバイ。トゥルルトゥルルルルルワンワン言うてね。さあ、というわけでいよいよここからラムダ式を使っていきますが、最初に説明した通り一番シンプルな例を一つだけ書いて終わりにしますので、雰囲気を分かってもらえばそれでいいかなと思います。ラムダ式にはパターンがいっぱいあるので、ここに書いたやつがラムダ式、ここに書いたやつだけがラムダ式だと勘違いをしないようにだけお願いします。まずはラムダ式とは何かを一言で言うとですね、名前のない処理の塊の書き方のことです。要はただの書き方の一つなので、これ見てもらえばわかるかと思いますけども、今までやってきたようなクラスとかスタティックとか何か新しい英単語を書く必要は全くありません。 RubyDog クラスの中のメインメソッドの中の、
赤太郎の運動するメソッドを使ったところ、ここですね、の括弧の中にラムダ式を書いていこうと思うので、一旦この運動するメソッドを作ったところに戻ってある準備をします。よいしょっと、赤鬼クラスに戻ってきました。赤鬼が歩いています、赤鬼が歩いていますと2回書いてあるこの運動メソッドの括弧の中にメソッドの引数を定義します。アクションという型を使って、アクション、他の人が決める行動という引数を括弧の中に書きました。うわ、いきなりなんか出てきたと思われるかもしれませんけども、アクションはただの型でして、イントとかストリングとかそこら辺と同じようなもんだと、まあ、思ってもらって大丈夫だと思います。今説明してしようとしているラムダ式とこのアクションは、相性はバッチリなんですけども、直接結びつくものではないので、ここでは省略します。そしてこの赤鬼が歩いていますの2行を離して、そのちょうど間の部分に他の人が決める行動というやつを挟んでおきます。ここまでできたらルビードッグクラスに戻りましょう。さっきまで何もなかった赤太郎の運動するメソッドの下にエラーを示す波線が出てしまっています。この括弧の中に何か書いてねという意味です。ここでようやくラムダ式の出番です。やっときましたね。まずはそのままシンプルなラムダ式を括弧の中に書いた後に改行して、右側にあった波括弧を縦に揃えて書けば C シャープ流のラムダ式の完成です。自分が初めてこの書き方を見た時はですね、もう大体いろんなプログラムは見ればわかるなと思っていたような段階だったので、その分なおさらこの変な書き方にびっくりしてしまった記憶がありますね。この最後の波括弧括弧 コロンの並びとかね、なんだこれはってなって、しばらく何がどうなっているのか理解できなかった記憶があります。まあ、作っていく順番が分かれば全然大したことではないんですけどね、いきなりこの完成形を見たらすごく難しく見えちゃいますよね。はい、ではこのラムダ式の中にコンソールライトラインで深呼吸すると書いて完成にしましょう。実際に実行してみると、こういうふうに赤鬼が歩いていますの間に深呼吸が入りました。赤鬼クラスの中ではアクションを使って他の人が決める行動をどのタイミングでやるかだけ決めていました。それに対してルビードッグクラスの中ではその行動の具体的な内容をラムダ式を使って書いてみました。例えばここで深呼吸をするっていうのを3つ書いて増やしてみると、歩くと歩くの間にちゃんと3回深呼吸をしてくれます。ラムダ式の書き方、だいたい分かっていただけたでしょうか。今回の説明はこのぐらいで終わろうかと思いますけども、また別の動画でももっと詳しく解説しようかと思いますので、興味のある方はぜひそちらもご覧ください。ご覧くださいとか言って作るかどうかはまだちょっと決まってないんですけども、早く知りたい人は C シャープデリゲートとかで調べると他の人の解説とかもあるかと思いますので、いろんな説明の仕方を聞くのが初心者の人にはおすすめですかね。というわけで前半戦はここまで、後半はタイマーを使っていきます。今日は勉強ばっかり続くと思うので覚悟をお願いします。じゃあ1分休憩。さあ今日の実践編はですね、最初に話した通り時間を計れるタイマーを作ったので、それを使っていきます。キッチンタイマーという名前のスクリプトです。概要欄の URL から自分のサイトに飛べるので、そこに丸々書いておきます。今日はこのキッチンタイマーの使い方の説明も兼ねながらですね、果物のなる木を作ってみたいと思います。まずは必要なものを揃えて下準備をしていきましょう。というわけで3つもアセットを購入してきました。1
つ目は物を拾うアニメーションです。こういう形のないもの、まあ、特にね音楽とか知識っていうわけでもなくて、ただただキャラクターの動きっていうのをお金を出して買うっていうのはゲームを作り始めるまでには考えられなかったことですよね。こういったものの価値を見極められるようになりたいところでございます。2つ目は果物の 3D モデルです。いろいろ売ってましたけども、しょぼすぎなくてリアルすぎもしない、自分のゲームに合いそうなものを選んでみました。3つ目は揺れる木を買いました。こういうちょっとした動きがねクオリティを上げてくれると思うんですけども、どうでしょうか。それではこちらの3品を使いまして準備をしていきましょう。木を置いたりプログラムとアニメーションを結びつけるっていう作業をしていきます。はい、プログラムを書く準備が終わりました。こちらの木をですね、コードを書いてコントロールしながら揺らして果物がなるというところまで行けましたら、今日はお別れにしたいと思います。ではいつも通りスクリプトを作ってダブルクリックで開きます。ここで今回作ったタイマーなんですけども、一番初めのところに使い方を書いておきました。できることはまずカウントアップですね。1,2,3,4 と数えていくカウントアップ、それから逆に10,9,8,7と下がってくるカウントダウンも用意しました。使い方としてはまずここに書いてある、サンプルコードをもうこのままほぼほぼコピーして、使いたいところに貼り付けるだけになっています。まずは一番上の1行をコピーします。今回もいつも通りスタートメソッドの中にプログラムを書いていこうと思います。まずはここに今コピーした1行貼り付けていきましょう。この1行の後にカウントアップかカウントダウン、どちらかのコードを選んで書いていきます。今から作る果物のなる木にはカウントダウンを使っていきます。カウントダウンの部分をここからここまで丸々コピーしてきて、さっきの1行の下に貼り付けます。ここでまた少しコードの説明なんですけども、今 30.0f と書いてあるところには何秒からカウントダウンをスタートしていきたいかを書きます。このままでしたら30,29,28,27…というふうに30秒からカウントダウンをしていきます。その隣の 2.0f ってところには2秒に1回何かをするということを表していきます。まあ、具体的にはその下を見てもらうと、今やったラムダ式が2つ並んでいます。このうち上の方には2秒に1回やりたいことを書いて、下の方には30秒後にやりたいことを書きます。ここには例としてデバッグログのプログラムが最初から書かれていますけども、ここは決して好きなものに置き換えましょう。タイムという変数が使えるようになっていて、このタイムの中には残り何秒かの秒数が入っています。まあ使いたい時は使ってねというだけなので無視しても全然大丈夫です。では置き換えていきます。まずは一つ目のラムダブロックを全部消して代わりに木を揺らすと書きます。次のラムダブロックの中に実を作ると書きます。カウントダウンの秒数を12秒と3秒にしておきます。これにて完成。ちゃんとうまくいけばですね、12秒から数え始めて11、10、9、8とカウントダウンしていって、でそれの間に3秒に1回木が揺れてくれるはずです。そして最後に12秒経ったら実が鳴ってくれるというふうになっていたら成功ですね。それではユニティに戻ってゲームスタートボタンを押してみましょう。どうでしょうか。1,2,3、おお、揺れた揺れた。7,8,9,10,11,12と、はい、無事思った通りのものが作れました。あとはマスオくんがこのブドウを拾うアニメーションを追加すればバッチリですね。じゃあそれも作ってくるまでカットします。せーの、ポポポポーン。というわけでブドウが拾えるところまで完成いたしました。先ほどのアニメーションと一緒にもう一回ご覧ください。なかなか可愛い感じで、こういうゲーム最近ね見たことがあるような気がしますけども、いやーなかなかいいですね。はい、さあというわけで今回の動画はここまでになります。今日使ったタイマーですけども、 Unity プロジェクトの中のどこでも好きなところに RubyDog のサイトからコピーしてきたスクリプトを置いておくだけで使えますので、まあ、簡単だと思うのでぜひ使ってみてください。シンプルにね、そのままゲームの制限時間を測ったりっていうのもできますんでね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time. Bye bye.